寒風の中の連想。西村慎吾の時事通信ナンバー1047、平成26年12月22日号、寒風の中の連想。12月2日の公示から始まったこの度の総選挙中、寒波が襲ってきた。その寒風の中でいろいろな連想が頭をよぎった。取り留めないが、それを書いておきたい。時あたかも、110年前の日露戦争における旅順要塞に対する第3次総攻撃と重なっている。したがって、日露戦争に関する連想が多かった。この度の寒波は、夏の暑さが忘れえぬ体を、突然、真冬に放り込んだ。街頭に立っていると、頭が寒さで痛くなった。その時、日露戦争直前に、寒気の中での戦争を想定した青森の5連隊と弘前の31連隊の八甲田山雪中行軍隊は、このような天候急変の中で遭難していったのかと思った。新田次郎の八甲田山死の方向の映画では、31連隊の行軍指揮官であった福島大蔵大尉を高倉健が演じていた。健さんが亡くなって惜しいなぁ。数十年もあのような同じ表情で最後まで演じ通した俳優は高倉健だけだ。青山に、モン・サン・ミッシェルの近くで生まれ育ったというフランス人の親父が経営しているフランス料理屋がある。学生時代の同級生の友人に連れて行ってもらった。すると友人が、ここに高倉健が時々一人で来てひっそりと食事をしている。と言った。それで、いつかあの店で高倉健に会えるだろうと思っていた。何しろ、私の学生時代から今まで、同じ表情で演技しているのだから、亡くなるとは思っていなかった。さて、雪中行軍隊であるが、5連隊は210名が参加し199名が山中で死亡し、生存者11名で壊滅した。31連隊は、全員計画通り八甲田を踏破して無傷で帰還した。しかし、2年後の日露戦争における国交大の激戦で31連隊の行軍隊は全員死亡している。5連隊の生存者11名はその後も生きて昭和45年に最後の生存者が亡くなった。この雪中行軍隊の体験をもとに、日本軍は玄関機の軍装を大改革して日露戦争に突入している。よって、彼ら八甲田の遭難戦死者は靖国神社に合祀されている。総選挙期間は、旅順攻防戦と重なっていた。旅順への第3次総攻撃は11月26日に開始された。この日の深夜、白田隙隊3000名は、メトンで固めた要塞に抜刀して突入した。11月30日、第1師団後備え第1旅団長から第7師団第28連隊長へ203高地を伝令に走った乃木軍司令官の次男乃木康則少尉が戦死する。12月5日、旭川第28連隊連隊長村上正道大佐は残存兵を率いて203高地山頂に突入し、午後1時45分、山頂を占拠した。しかし、203高地は陥落しても旅順の永久包囲軍はびくともしなかった。これに対して、日本軍の不屈の闘争心も揺るがなかった。日本軍は地下道を掘って下から包囲を爆破し歩兵が突撃する戦法を取った。乃木軍司令部は、あまりの兵士の消耗に、肉弾突撃を厳禁した。明治38年1月1日午前7時30分、金沢第35連隊第3代隊長増田重海二少佐は、最後の包囲となった防衛を双眼鏡で眺めた。そして、取れる、と直感し直ちに軍旗に反して肉弾突撃を命じた。善通寺の第43連隊第2大隊も突撃した。軍司令部も軍令に反した突然の攻撃ではあったが、直ちに28センチ榴弾砲で防衛を集中砲撃した。同日午後3時30分、日本軍は防衛を占領し頂上に日の丸を掲げた。同日午後4時30分頃、乃木第3軍の前線へ、旅順要塞司令官ステッセル中将の軍師が訪れ降伏を申し出た。横たわって旅順陥落の方に接した生き残った負傷兵たちは、みんな泣いたと記録されている。乃木第3軍は、旅順要塞攻撃に13万人の兵員を投入し、5万9000余の死傷者を出して陥落せしめた。110年前の同時期、旅順要塞を攻撃していた日本軍将兵の決死のご苦労を思えば、この総選挙の苦労など蚊に刺されたほどではないか。断じて、正々堂々と戦い抜くぞ。本日の連想終わり。